今回は、林田直子さん中倉明子女流社団戦観戦記の最終日第2章へです。2010年7月28日、人気女流棋士として大活躍をし、1995年に日本将棋連盟を大会した林田直子さんが、15年ぶりに女流プロ棋戦に登場しました。この感染期を書いたのが、このチャンネルの脚本家でしたが、 第5符の今回が最終符となります。前符は中倉女流初段が勝利したところまででしたね。感想戦からお話が始まります。途中でいいと思ったんだけど、どこが変だった中倉女流初段の5 7金を見て投了した林場さんは、笑顔で話し始めた。2 5角の時に4 8金寄りが嫌でした。と中倉女流初段。その後、 8号符を同型と取れていた話など、い振りばっかり研究してたんだけど、い振りやらないんだ。はい。やらないから、あれえとか思って。あれえとか思ってって、いい味を出していますね。私も今度、感想戦の時に使ってみよう。感想戦は、石橋幸男女流四段、船戸陽子女流二段も加わり、10分ほど続いた。林場さん。 考えている姿が昔と変わらない。もっと実践やらないといけないね。林場さんはとても楽しそうだった。負けて残念という思いもあるにはあるだろうが。久しぶりに本格的に将棋をさせたという。重足感の方が大きかったようだ。記者会見。取材陣が戻ってきて、午後3時30分から記者会見が始まった。対局前よりも、 人数が増えて40人以上。はじめに共同インタビューが行われ。その後は各社個別の囲み取材になった。林場さんが話した内容を要約すると次のようになる。大手もできず、ミスも多くて残念。でも楽しかった。良さそうだと思って調子に乗ったら、墓穴を掘った。今はポンコツ車なので、修理をしないと。今は30%くらい。 100%は無理でも、あと40%くらいは上がるかも。また、チャンスがあると思うので、腕を磨きたい。今後の本格復帰について。今は負けたばかりで考えられないけど。ファンの方々のお話も聞いて、考えたい。良さそうだと思って調子に乗ったら、墓穴を掘ったも。使ってみたい言葉ですね。この言葉について、辰巳五郎が言及しています。私は聞いていて、 林場さんは、もっと調子に乗ってさしていれば、正気を掴んだのではないかと思った。調子に乗りっぱなしの方が良かったということですか。ポンコツ車の例え話も出たが、変速装置やハンドルの修理は必要だが、エンジンや車体構造は、少しの整備だけで済むのではないかと感じた。この感染機を書いている人って、運転免許を持っていませんよねま、まあ。 そこはそれとして、中倉女流初段は、勝負が終わってほっとした雰囲気が半分、緊張の名残が半分。記者会見では、格打ちに金を寄られていたら厳しかったこと、緊張をしたことなど語られていたが、次の言葉が、林場さんの将棋を物語っている。林場さんの将棋は研究したが、定石のない自由な将棋でわからなかった。最後は、 テレビ局からの求めに応じ、林場さんと中倉女流初段が握手をするシーンが撮影され、記者会見は終了した。こちらが、その時の写真です。真夏の激戦の後、感慨深い気持ちになってきます。林場さんの思い、中倉秋子女流初段は、ブログで次のように書いている。林場さんは、ブランクがあり、 実践不足だったと思いますがやはり元タイトル保持者の実力をお持ちの方対局感など強さを感じましたまた対局が終わった後、気さくに話しかけてくださったり報道陣の方との対応で LPSA のことを気遣ってくださったりとても優しく明るい方でした広報担当理事として当日会場に詰めていた大場美香女流一級は 林やさんの記者会見での言葉に触れ、ツイッターで次のように呟いている。個人的には林やさんが、楽しかった。こういう可愛い子たちがたくさんいるので、皆さん女流騎士を応援してください。と言ってくれて、なんとも言えない気持ちになりました。そうですね。これからにつなげていきます。船戸陽子女流二段は、林やさんの帰りを見送りする間、 少し話をした。林場さんは、船と女流二段に、次のように言葉をかけた。陽子ちゃんに教わりたかった。林場さんが勝っていれば、準々決勝で、船と女流二段と対戦するはずだった。滅相もない。身に余りすぎるお言葉。こちらが教わりたかったです。船と女流二段は、林場さんが経営していた、ウーカレーに何度も通うほど、 林場さんを慕っていた。このように林場さんが後輩女流棋士や女流機械を思いやる気持ちはとても強い何度か林場さんにお会いしていつも思うのは彼女は将棋が大好きだった少女時代の純粋な心をそのまま持ち続けているのではないかということだ会話の節々に将棋を愛する気持ちが感じられるし人に対しても真面目で遠慮深い 現在の彼女から、儀役的な部分と、酒を飲むことと、タバコを吸うことを取り除けば、内面は、そのまま女流騎士になった頃の、林場直子さんになるのだと思う。対局中の、楽しみながら将棋を指している雰囲気。対局が終わった後の充実感あふれる笑顔。林場さんが、いかに将棋を愛しているかがわかる。試験ではあるが、今回の対局で、 林場さんの中に、女流棋士だった頃の気持ちがよみがえってきたようにも思える。戦友、控えのコーナーには、中井広恵女流六段が来ていた。中井広恵女流六段と林場直子さんは、タイトル戦を10回も争った良きライバルであり、親友だった。例えば、1993年の将棋年間には、 次のような騎士アンケートの回答が掲載されている。身長、体重、血液型。林が直子女流五段の回答。159センチメートル。中井広恵より5キログラム重い。B 型。無人島に1年間住むとしたら、なんと何を持っていくか。中井広恵女流名人、女流王位の回答。林が直子と携帯電話。健康法。 中井広江女流名人、女流王位の回答。林場直子の下ネタ話を聞くこと。林場さんは、ひらめきで刺すタイプだったので、感想戦で、駒を元に戻せないようなことが多かった。中井林場戦の時は、中井女流六段に、駒を全部動かしてもらって、感想戦をしていたこともあったという。それほど仲が良かった。お二人は、親友よりも深い。 素晴らしい関係なんですね。ここで、林が直子さんと中井広恵女流六段の、騎士デビューの頃から1993年までの写真を、振り返ってみたいと思います。 六段は翌日に女流棋士として新記録となる18連勝をかけた対局を控えていたが対局場に駆けつけた翌日18連勝を達成し現在19連勝中それまで最多の17連勝は林場さん山田組女流三段清水一代女流王将の3人が記録していた控えのコーナーに 記者会見を終えた林場さんがやってきた。林場さんと中井女流六段は色々と雑談をしていた。二人の間で連勝記録の話は出なかったが、初めて17連勝を達成した林場さんと、明日新記録の18連勝を目指す中井女流六段。二人が並んでいるのを見てとても感慨深かった。しかし林場さんは、 自分が17連勝したことを果たして覚えているのだろうか別れ際、中井女流六段が言った。直子ちゃん、早く体を直さなきゃダメだよ。うん、わかったよ拾え。林場さんは、笑顔で、LPSA サロンを後にした。最終部のサブタイトルの、第2章へは、林場さんにとっての第2章が始まる時ということだったんですね。この対局の11日後、 2010年8月8日の日レスインビテーションカップ準々決勝準決勝の一斉公開対局大盤解説会に林場さんもゲスト出演されていますこの時の解説は林場さんと将棋では親戚筋にあたる佐世一門の木村一樹八段当時でした林場さんが大会された頃木村一樹九段は三段の時代ですね 林場さんは、久々に会う木村八段に、かずきと懐かしそうに声をかけられていました。広い意味でのさせ一問同士ですものね。翌年林場さんは、第1回理工杯女流王座戦、天東日本予選大会に出場し、1勝2敗で予選敗退となっています。3局目、必勝の局面から、相手の駒を取ろうとして取れなくて、切れ負けとなりました。 惜しかったんですね。そうですね。林場さんは、同じ年の日レスインビテーションカップにも出場し、渡辺真夏アー女子プロ、当時に敗れています。そして、2012年12月に、師匠の米長国を衛生規制がなくなられますが、林場さんは、将棋世界2013年3月号に、追悼文を寄せられています。2010年代の将棋世界に、 林場さんの文章が載るとは、本当に感動的です。ところが、この後、林場さんは、重度の肝硬変と診断され、入院をすることになります。2014年1月には、著書、遺言が出版されます。病状がシリアスだったのにもかかわらず、林場さんらしい明るさに溢れた本です。より一層応援したくなりますね。 治らないとも言われていた肝臓の病気ですが、福岡に戻られてからの禁止と治療薬療法が功をなし、肝臓の数値は良い方向に向かっているそうです。ほっとします。林場さんはブログも開いており、更新を続けられています。また、2019年には週刊ポスト史上で、弟弟子の仙崎学部九段との対局が掲載されました。お元気になられてよかったです。 親友であり、名優の中井広恵女流六段も、福岡に訪ねて行かれたり、林場さんと、電話でお話をされたりしています。本当に嬉しくなるようないい関係ですね。最後に、羽生善治九段と林場さんのお話を見てみましょう。2018年の竜王戦第2局、羽生善治竜王広瀬昭仁八段戦が、福岡県福津市の宮地岳神社で行われました。 日本最大の締め縄ですね。その対局前日、10月22日のことです。ハブリ王、当時が林場さんと遭遇したというのです。おお<う>。ハブ九段の奥様の理恵さんが、ツイッターで、ハブリ王が帰宅後にお話しされたことを紹介してくれました。内容は次の通りです。偶然にも、林場先生にお会いして嬉しかった。ハブくん。 この年でも呼ばれるのは林場先生だけで、20代の頃の自分を思い出した。リエさんも、私もお会いしたかったですと書かれています。10月25日の夜のツイートなので、ハブリュー王が、デオ王戦外二曲が終わった翌日、家に帰って、すぐにリエさんに話したことなのでしょうね。ところが、偶然の再会ではなかったことが、その2日後に、中井女流六段から明かされます。 偶然ではなく、ハブさんに会いに行ったようですよ。リエさんは、中井女流六段の返信を読んで驚き。そして、とても喜ばれました。林場さんはハブ竜王に、リエさんにもよろしくともお話をされたそうです。中井女流六段からは、ご夫妻には、体のことをいろいろと心配していただいて、お礼を伝えに。でも、対局前日なので、本当に少しだけと、 お会いできて、とても嬉しそうでした。と伝えられました。リエさんからは、くれぐれも、よろしくよろしくお伝えくださいと。林場さんは、お礼を伝えたいという気持ちで、会いに行かれたんですね。長らく会ってはいなくても、羽生ク団子夫妻は、林場さんの体を気遣う手紙や、体にいいものを送られていたのでしょうね。羽生ク団子夫妻と林場さんが、最後に会ったのは、 1995年8月24日と思われます。林場さんが、日本将棋連盟に大会届を出した日の夜のことですね。二十数年の時を経ての再会。とてもいいお話、嬉しいお話ですね。林場さん、これからも、いろいろな面で活躍していただきたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画で、お会いしましょう。 よろしければチャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いいたします。